はい、皆さんこんにちは。文房具屋ちゃんの公園へようこそ。今回も新しいシャーペンの方を紹介していきたいと思います。今回はですね、小豚工房さんの極超ガリン紅白のシャーペンですね、アウトレット商品なんですけど、そちらの方を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。そして動画の方不定期投稿となってしまい申し訳ありません。またですね、今動画を見てくださっている方やチャンネル登録高評価コメントしてくださっている方々、本当にありがとうございます。感謝しております。ということで今回のメニュー見ていきましょう。まず1、開封してみる。2、価格について。3、重さについて。4、使ってみた感想。5、まとめという感じで見ていきたいと思います。よろしくお願いします。それではまず1、開封してみるということで、実際にね開封していきたいと思います。その前にですね、今回は小豚工房さんの極上花輪紅白 0.5mm シャーペン、アウトレット商品の方を購入させていただきました。実はですね、試し書きなので一度開封をしました。アウトレット商品なので化粧箱には入っていません。まずはメンテナンスオイル付属ということで、こちらですね、はい、メンテナンスオイルが付属しておりました。こちらはですね、ちょっと待ってくださいね、一回開けちゃいます。よいしょ、はい、こちらはですね、キャップにですね、小豚工房さんのキャラクターが書いてあります。またですね、開けるとですね、甘い香りがします。はい、これはですね、蜜ろうなどのろうをオイルに伸ばしてハンネリ状にしているらしいです。はい、これもちょっと実はね、一回結構使いました。こんな感じでちょっと使った跡があるんですけどね、本当はねもっと綺麗に入っております。でちょっと話が戻ってしまうんですけど、化粧箱についてなんですけど、化粧箱を見たい方は小豚工房さんのスタビライズドウッドを紹介している動画をご覧ください。概要欄に貼っておきます。そして今回はアウトレット商品を購入したということで、本体はですね、見ての通り筒状のプラスチックに入っておりました。それでは実際にね開封していきたいと思います。はい、実際にね開封してみました。こんな感じですね。まずはクリップにはですね、傷がつかないようにしっかりと保護されております。カバーしてありますね。はい、そしてですね、アウトレットの理由なんですけど、アウトレット商品の理由なんですけど、ちょっとクリップのカバー外しちゃいますね。はい、アウトレット商品の理由なんですけど、ここ分かりますかね。ここなんですけど、ここにですね、数目の修復があるということで、これがアウトレット商品の理由となるみたいです。はい、そしてですね、もうパッと見なんですけど、非常にですね、木目が綺麗ですよね。はい、木目が綺麗で美しいです。そして金属の色と木の色が合っているということで、この金属、今回はゴールドを買わせていただいたんですけど、このゴールドとこの極上花輪紅白の色が、木目の色がね、非常に合ってて高級感あります。はい、そして紅白とつくだけあって白い部分もしっかりあるということで、やっぱりここを見ていただくと分かるんですけど、ここね、ここを見ていただくと分かるんですけど、あ、ちょっと待ってください。せっかくね今回これを使って、これですね、はい、ちょっと影に、手だと影になってしまうので、こういうのを使わせていただきます。ここですね、はい、白い部分がね、しっかりあります。そして全体的に高級感があるということで、やっぱりね、やっぱりゴールドとこの極上花輪紅白の木の部分、どちらも合わせると非常にですね、高級感があります。2、価格について見ていきたいと思います。今回はアウトレット商品のため本来の価格より安くなっております。税込み7500円という形になります。3、重さについて見ていきたいと思います。重さの方 25g という形になりました。重たいような気がしますが、程よい重さになっていて低重心になっているので書きやすくなっております。4、使ってみた感想ということで見ていきたいと思います。まずはですね、グリップ部分が太くなっているのは持ちやすいということで、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、グリップ部分ですね、ここの部分ですね、はい、ここの部分なんですけど、少し太くなってますよね。これなので、持ちやすくなっております。そして書き味についてなんですけど、書き味の方は良くなっております。またですね、低重心のため力を入れずに書けました。またゴールドの金属が良いということで、シルバーだと指紋が目立ちますが、ゴールドの場合は指紋が目立ちにくくていいなと思いました。ノック感は固めということで、ノック感はですね、まあ、通常のシャーペンと比べて少し固めなのかなという気はしました。そして消しゴムは赤色になっているということで、実際にね見ていきましょう。はい、こんな感じですね。消しゴムは赤色になっています。少し変わった消しゴムをしております。5、まとめということで最後見ていきたいと思います。まずは金属部分は工房摂さんと似ているということで、ここはちょっと実際にね比較していきたいと思います。はい、それでは実際に比較していきたいと思います。まずはノック部分に関してなんですけど、ノック部分は幅が異なるということで、
ここの幅ですね。ここの幅ちょっとわかりますか？横にしますね。ここの幅なんですけど、ここの幅とここの幅が異なります。ちなみに右が弘法摂さんで左が小田弘法さんです。この幅が異なります。まあ他はですね、ほとんど一緒かなという気はします。そして先金部分も異なるということで、先金部分見ていきましょう。弘法摂さんの方はですね、こちら収納できる形となっています。この先金のところはね、はい、こんな感じですね。収納できる形となっております。ですが小豚工房さんの方はですね、ここはですね収納できません、はい、収納できないようになっております。ここは少し異なるかなという気はします。そして掛け味の方は良かったです。またですね、程よい重さと低重心で力を入れずに掛けました。価格は少し高い気がするが、おすすめできるシャーペンだと思います。またですね、最後に気になることがあればコメント欄にて質問をお気軽にどうぞという感じです。はい、ってことですね、今回は小豚工房さんの極上花輪紅白シャーペンを紹介させていただきました。悪いところがほとんどなく非常におすすめできるシャーペンでした。よかったら皆さんも購入してみてください。小豚工房さんはですね、オーダーメイドが中心で、オーダーメイドができる時とできない時がありますので、小豚さんのですね Twitter やメルカリをよくご覧ください。一応ですね、小豚さんの Twitter やメルカリの URL の方はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、よければご覧ください。ここですね、これからもいろいろなシャーペン文房具紹介していきたいと思います。基軸のボールペン、基軸のシャーペン、最新の文房具、さまざまなものを紹介していきたいと思っていますので、よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。